のヘッドラインニュースでした。それでは続いてのコーナーへ参ります。続いては100英雄伝最新情報。さあということで背景も変わりまして、まずは素敵なゲストの皆さんご紹介していきたいと思います。2020年キックスターターゲーム部門で最も資金を集めたプロジェクトで、2023年発売予定の RPG 100英雄伝の開発スタジオラビット&ベアスタジオズの代表であり、同作のゲームデザインそしてメインシナリオを担当されてらっしゃいます村山義隆さんです。はい、コナミさんとかスクエニさんとかからいろいろ JRPG のタイトルが発表されて今ドキドキしている村山義隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きましてラビットベアスタジオズにて100英雄伝とその前日談100英雄伝ライジングでキャラクターデザインを担当されてらっしゃいます川野純子さんです。川野純子です。100英雄伝ではキャラクターイラストを担当しております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いては100英雄伝のプロデューサーアートディレクターの村上純一さんです。はい、いつも応援ありがとうございます。ラビット&ベアスタジオの村上です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして100英雄伝のディレクター小牟田治さんです。はい、100英雄伝のディレクターラビット&ベアスタジオの小牟田治です。今日はよろしくお願いします。さあということで以上の皆さんをお迎えして100英雄伝の最新情報をお届けしてまいります。皆さん改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ村山さん、昨年は100英雄伝ライジング、まあ、前日談にあたるところの最新情報をたくさんいただきましたけど、今日はまず何からご紹介いただけるんでしょうか。はい、100英雄伝ライジング、100英雄伝本編の、まあ、プレリュードとなるような作品を発売させてもらったんですけども、こちらかなり好評いただいて、はい、まあ、それからユーザーからの要望とかオファーとかありまして、はい、このようなものをご用意しました。はい、100英雄伝ライジングパッケージ版の発売です。はい、さあということでこちら100英雄伝ライジングのパッケージ版の発売、来年1月26日の発売予定となっております。パッケージイラストは今回用に書き下ろした特別仕様になっています。そしてこの番組の後本日19時から各ストアで順次予約開始となっております。実際にこちらもねサンプルのパッケージができているということで書き下ろしのねイラストになっております。パッケージ版の発売が決定いたしました。ゲームの内容はねダウンロード版と変わらないんですが、パッケージ版にはこちら特典が用意されております。こちらの CD とキャラクターカードが特典としてついてきます。もうねこちらも現物があるということで、はい、かなさんがねキャラクターカード、そして村山さんの方に、こちらの CD ね、お持ちいただいております。こちらにはゲーム内で使用されている BGM 全20曲、計およそ45分収録されているというボリュームたっぷりの内容となっております。こちら販売するストア情報は100英雄伝の公式 SNS、そして505ゲームズジャパンの公式 SNS で随時共有していきますので、こちらぜひチェックをお願いいたします。さあ特典付きの、ね、パッケージ版の発売ということで今から待ち遠しいです。予約はこの後19時からとのことです。皆さんもぜひ特典のグッズも合わせてゲットしてください。さあそして村山さん、続いてまた情報があるということなんですが、はい、もちろん本編100英雄伝の方の新たなティザートレーラーをご用意いたしましたので、はい、ぜひぜひ楽しんでください。どうぞ。約束がある。絶対に譲れない。君も僕も譲れないものがあるなら戦うしかないんだな。そろそろ決着をつけよう。
ぱりおせっかい焼きみたいだ。この発見が僕たちの帝国と諸国連合の友情の証になるように願おう。改めてすごいグラフィックで、はい、頑張ってます。そうですね。あの橋のね、ちょっと夕日っぽいところとか、結構ねロマンチックでしょ。最高にね綺麗でしたけど、ちょっといろいろねあの突っ込みたいところは満載なんですけれども、はい、まずはね改めて村山さんと今回川野さんが25年ぶりにタッグを組むことになった、ちょっと経緯を簡単に教えていただきたいんですけど。はい、25年だいぶ長いね。そうですね、まあまあ、 あのイベントとかちょっとそのまあまあ、ね、偶然もあったんですけれども、はい、まあ僕と川野とあと、今コアメンバーにいる J とか小牟田くんとかでまあ会うような機会があって、その中でまあちょっとそろそろ突き詰めてゲームとして面白いものをどこまで突き詰めたものが作れるかみたいのをやらないとダメだよねみたいな話が出たのが一番最初のきっかけかな、ざっくりというと。どうですか川野さん、久しぶりに組んでみて。いや久しぶりにだからどうかなと思ったんですけど、いざやってみたら全然当時と変わらないので、はい、はい、全然、はい、当時と同じように喧嘩しながら、うん、そう体力がどんどん落ちてくるので、体力は、ね、25年以上ね空、はい、いてますからね。まあでもねこのタッグでまた作られてるということなんですが、先のティザーねちょっと YouTube のコメントも湧いてましたけれども、あ新たにねボイスが声が入っていたということで、こちら今日は、主人公3人の声優キャストを発表させていただきます。さらに各声優さんからもメッセージいただいておりますので、こちらも合わせてご紹介いたします。まずはこちらです。ノアを演じるのは梶原岳人さんです。それでは私の方からメッセージ代読させていただきます。百英雄伝にて主人公のノアを演じさせていただきます梶原岳人です。東京ゲームショー楽しんでいますか？僕も何度か参加したことがあるんですが、楽しいですよね。わかります。さて収録にあった先に、プレイムービーもねちょっとだけ拝見させていただいたんですが、 RPG 好きとしてはずっとワクワクが止まらない内容で、早く皆さんにプレイしてほしいです。僕が演じるノアはゲーム中でもありがたいことに出番が多いキャラクターのようなので、皆さんとたくさん物語を共にすることでしょう。精一杯演じますので愛していただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします、とメッセージいただいております。さあということで続いて2人目はこちらです。セイを演じるのは赤羽健二さんです。こちらメッセージ代読させていただきます。百英雄伝の主人公セイケースリングの CV を担当させていただきます赤羽健二です。自分が好きなゲームを作ってくださっていたクリエイターの方々と仕事をできる喜びとプレッシャー、セイという主人公を担当させていただけるというプレッシャーにより、プレッシャー多めの嬉しいが現状の本音です。わら。でも本当に光栄です。収録も始まり、少しずつ百英雄伝の輪郭がじわじわ見えてきました。きっと皆さんにこれを待っていたと喜んでもらえる作品になるんじゃないかと思います。魅力ながら全力で頑張りますので、百英雄伝楽しみにしてください、といただいております。さあさらに続けて3人目はこちらです。メディサを演じるのは上坂すみれさんです。メッセージ代読させていただきます。百英雄伝の主人公メリサのキャラクターボイスを担当させていただきます上坂すみれです。たくさんの方が待ち望んでいらっしゃるこの作品に参加させていただけることを光栄に思います。メリサは、森を守るガーディアンの部族のキャラクターということで、かっこよくて頼もしい彼女を演じられるのが今からとても楽しみです。今後とも百英雄伝の応援をよろしくお願いいたします、というふうにいただいております。
さあということでメッセージもいただいているんですけども、村上さん、まずは開発段階でこの各キャラクター、はい、主人公っていうのはどんな声のイメージを持たれてたんですか？そうですね、おそらくメンバーそれぞれの頭の中にイメージあったと思うんですけど、はい、私はもうこの3名の方ドンピシャでイメージ通りです。もう、はい、じゃあちょっと実際に収録なんかを見てみても本当にそのままだなという感じですか？はい、はい、ということでね、期待以上です。はい、そして小畑さんがこの3人、ね、はい、キャスティングされて、その決め手っていうのはどんなところだったんですか？そうですね、このゲーム本当にキャラクターたくさん出てきて、はい、100人以上のキャラクター出てくるんですけど、まあ、メンバーでそれぞれそのキャラクターの声のイメージをこういうイメージだよねっていうのを出し合って、でいくつか候補絞っていって決めたんですけど、やっぱり今 J も言ってましたけど、この3人本当にドンピシャで、はい、イメージバッチリだったのでスッと決まったかなと。すぐ決まったよ、はい、すぐ決まったんですね、はい、なんかねやっぱそのキャラクター数もね今話にもありましたけど多いですし、声優さんも、ね、当然たくさんいらっしゃるんで悩みそうですけど、じゃあスッとここはもうあんまり揉めなかったですね。揉めなかったですねまあでもそれは本当イメージ通りだというね、前回一致だったということです。さあということで、こちら声優の発表ということでね、いよいよ、ティザーの方にもボイスが入ってというそんな段階にも入っております。さあそしてここからはツイッターで皆さんに、ユーザーの皆さんにいただいていた質問に、お答えしていっていただければなと思います。時間の許す限り、質問ご紹介できればというふうに思います。さあということで、まず最初の質問です。楽しい企画ありがとうございます。発売が待ち遠しいです。質問です。今回の開発において一番苦労したこと、また一番力を入れた部分などぜひ聞きたいです。開発者しか知らない熱量を浴びて今からワクワクしていたいです。よろしくお願いいたします、ということで、もう質問者の方の熱量もね高めの質問いただきましたけど、じゃあまずは村山さんどうですか？そうですね、やっぱり一番描きたいのはキャラクターの魅力、いかに、生き生きと描けるか。それも、ま、大量のキャラクターが出てくるんだけれども、はい、もうそれぞれちゃんと働きどころがあって魅力があるというものにしたくて、そこに結構力をかけてるって感じですね。うん、村上さんはいかがですか？はい、物量ですねズバリできました。作る量が半端ないので、はい、多分これから辛い時期がやってくる。あ、これからなんですねなるほど。でも皆さんが苦労すればするほどその壮大なボリュームのある、ね、物語、そうですね、ユーザーの方は楽しめる、はい、満足できるボリュームだと思います。なるほど、はい、分かりました。川野さんどうですか？とりあえず本当に物量がすごいので、あとその分期間も長くなってくるので何が大変かというと、その最初と最後の方でそのタッチとかいろいろテンションとか変わらないようにキープするのが大変で、あとはまあ私の体調もできるだけ同じテンションでいけるようにという感じでいろいろとキープを頑張っております。そうですね、川野さん本当に、ね、キャラクターの数が多いんでね、そこも本当に、ね、もう小さくうなずいてましたけどそこはねもう皆さんね、やっぱボリュームでもそれだけね我々は多分遊び応えのある作品になりそうだというところですが、小本さんどうですか？一番苦労した点、苦労されてる点。そうですね、まあ、キャラクター多すぎるっていうところはもう今皆さん言ってたところですけどキャラクターだけじゃなくてですね、一騎打ちとか戦争モードであったり、うん、まあ、ミニゲームも、まあ、温泉とかいろいろ盛りだくさんなんですよね。要素もものすごく多くて、それら全てをそうこのちゃんと一つの百英雄伝というゲームとして作り上げるっていうところが、まあ、一番苦労していて一番楽しいところではありますね、うん、まあ、あとはたまに飛んでくる村山さんの村山の無茶ぶりがそうだっけ知らばっくれてますけど、村山さん笑いながら無茶ぶりをしてるんですか？いっぱいありますよね。そうですね、いっぱいありますよとねちょっとお願いしてるだけです。ちょっと、ね、追加要素ちょっと、ね、いやでもね本当これだけでもボリュームがねたくさんあるんだなっていうのが分かりますけれども、続いての質問参りたいと思います。開発者の皆さんこんにちは。クラウド応募させていただいたものです。来年の発売日楽しみに待っております。質問ですが、今作のプレイ時間とバトルシステム非常に気になってますので、よければお願いします、ということで、これは小畑さんですかね、お願いいたします。はい、詳しいプレイ時間はまだ言えないんですけど、はい、ま、一晩二晩でクリアできるようなボリュームではないので、はい、まあ、そこは満足いただけるボリュームになってるんじゃないかなと思います。はい、あとやり込み要素も満載で、
高難易度のゲームを求めている方にも英雄モードという高難易度コンテンツを用意しているので、はい、そちらも楽しみに待っていただきたいなと思います、うん、で、バトルシステムなんですけど、まあ、このゲームさっきから何度も出てる通り大勢のキャラクターが出るゲームなので、まあ、そのキャラクターの個性をものすごく大事にバトルでも活かしたいなと思っていて、まあ、個々の固有スキルであ固有に持っているスキルであったり防御っていう RPG によくあるコマンドがあると思うんですけど、はい、まあ、そこでその個々人で防御が貯めるであったり気合を入れるであったり、あと挑発するみたいなキャラごとの個性を持った防御コマンドというのがあって、とにかく個性を大事にしたバトルシステムになっています。ありがとうございます。本当に、ね、楽しみで、やり込み要素も、ね、あるという、はい、先ほどミニゲームという、ね、そんなワードも出てきましたけど、そちらも楽しみになっております。さあそれでは続いての質問です。もう待ちきれないので率直にいつ頃出ますかということで、これはもう村山さんに聞くしかありませんけど、どうですか。はい、率直に言うと、いろいろと問題があるので問題が、はい、すいません、ものすごい頑張って作ってますけれども、はい、お待ちください。わかりました、はい、まだじゃあちょっとねちょっと、はい、しっかりとね発売日というのはバンとは出ませんけども、はい、怒られるので、怒られるというと一生懸命ね、はい、今鋭意ね制作中ということで、もう少しねその情報も含めてお待ちいただければと思います。さあ続いてはこちらです。 3D 背景にドット絵キャラクターを組み合わせる上で気をつけた点、また表現力を高めるために工夫した点を教えてくださいというふうに挙げていただいています。先ほどね本当にティザー映像も綺麗でしたけれども、村上さんいかがですか、このあたりは。はい、まあ、平面のキャラクターなので、はい、それをいかに 3D のこうカメラワークの中で自然に成立させるかっていうところに毎回苦労しております。うん、ちょっと油断するとこう 3D モデルにぶっ刺さっちゃったりとかそうですよね。あと村山がカメラ持ってフレフレとかっていうとキャラクターが浮いちゃったりとか、あさっての方向向いちゃったりとかっていうのがあるので、まあ、対策としていろんなことやってるんですけど、キャラクターがある程度カメラ上下左右振っても成立するポーズとか、なんですかね、パターンシーンによってはこう2方向切り替えで持ってたりとか、いろいろ絵の方でも工夫してやってます。なんかね、先ほどティザーもありましたけど、こう手前に旗があってのアングルとか、なんか想像以上にこう 3D もなんかアングルというかね、そのシチュエーション多そうな感じですもんね。そうですね、やっぱり 2D だと固定すればいろいろ安全なんですけど、まあ、今回はもうガンガンカメラワークを 3D のやりたいっていうところの挑戦なので、いや、はい、いいですね。ちょっと新たなね世界が見えるかなという、そんな期待も高まっております。はい、さあそれでは続いての質問参りましょう。5つ目の質問に参ります。開発者の皆様お疲れ様です。そして開発していただいてありがとうございます。このキャラクターの設定が一番こだわった、または決めるのが大変だったというキャラクターを教えてくださいということでいただいているんですが、まずは村山さんからいかがですか。はい、ですね、これ絵が出るのかな、ペリエールという、まあ、非常にね強い女性キャラクターがいるんですけど、これがね僕のお気に入りのキャラクターなんで、はい、カーノの方にデザイン頼むときにね、ドレスの色とかね、かなり細かく何種類も出してもらってる、ね、バージョンいくつまで描いたかっていう、もうちょっととかね。これはイラストが出るんですかね。出ますよね。ペリエールは出ないですね。出ない、これは出ない、ペリエールは出ないですね、はい、はい、ということですね。じゃあかなりもう渾身の一体にもなってる。はい、それでもうかなり時間かけて納得いくボンを、はい、書いてもらいました。ちょっとペリエールはね楽しみですね、はい、またカノさんじゃあ大変だったということですね、ペリエールに関しては。大変でした今日一番、ね、深くうなずいてらっしゃいますけど、カノ、はい、さんはどうですか。私はなんか一番こだわったというか一番好き勝手やらせてもらったっていうのが、はい、温泉と聞いてじゃあって言って出したカバナっていうキャラクターなんですけど、はい、これは出るのか、出るのか、出た、あ、出ました、カバナ。こっちは出るんだエリエールはありませんでしたけどこれはもう本当に温泉だったらこんな感じじゃないんですかねって言ってもこちらからこう提出したような感じのキャラクターで、はい、なのでめちゃくちゃこだわりました。いやなんかね、ガルーの時はカンガルーちゃんと動物園まで見に行ったって話をしてましたけどカピバラ見に行ったんですか、じゃあこれこれはもう、はい、自分でこれやるしかないと思ってやるしかない
完全川のテイストだよね。申し訳ございません。上にあれ息子さんが乗ってます。息子さんが乗ってます。息子さん多分下ちょっと入ってないかもしれない。これがめちゃめちゃ可愛いですね、これ。2人ともちょっと温泉入ってほかほかなイメージで、はい、いやちょっと楽しみですね、ここはね。いろんな本当にねキャラクターの幅の広さが伺えるようなそんな一枚でもありました。ということでね、皆さんの質問すべてお答えさせていただきました。質問いただきましたね、皆さんもありがとうございました。他にも、頂戴している質問に関しては後日百英雄伝の公式ツイッターの方でも回答させていただく予定となっております。そちらも楽しみにお待ちください。さあということでここまでお届けしておりますが、ここで村山さんから皆さんに視聴者の皆さんにプレゼントがあるということなんですが、はい、ね、これがねこちらなんですけど、来ました。貴重になるんですかね、僕らの隊員は。貴重ですよ、25年ぶりのタッグ。開発スタッフの皆さんのサイン入りのポスターになっております。ポスター自体もね本当にかっこいい、サイズもね非常に大きいものになっております。こちら応募方法はご覧の通りになります。百英伝の公式ツイッターと505ゲームズジャパンの公式ツイッター両方フォローいただいた後にツイッターでハッシュタグ505au 伝 TGS2022 を入れて番組の感想を投稿してください。ご覧のハッシュタグを入れて感想を投稿してください。公式ツイッターねフォローされてない方ぜひフォローもセットでお願いいたします。今後も最新情報逐一お知らせさせていただきます。さあということで、貴重なねサイン入りのポスターもぜひ、応募していただければというふうに思います。さあということでそろそろ終了のお時間も近づいてまいりましたけれども、改めて商品情報を見ていきましょう。こちらです。さあということで百英雄伝、2023年来年発売予定となっております。配信予定のプラットフォームはご覧の通りとなっております。今後も最新情報ぜひご期待ください。さあということであっという間ではありましたが、最後にゲストを代表して村山さんから一言皆さんにいただいてもよろしいですか。はい、百英雄伝は、100人以上のキャラクター、これはもう本当にユーザーの皆さんが好きになってくれるキャラクターを、一人は出るんじゃないかと思って多数のキャラクターを用意してます。はい、でコンテンツ的にもいろいろなものを用意してますんで、ぜひぜひ楽しみにお待ちください。頑張って開発しております。はい、ありがとうございます。ということで今日はゲストの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。以上百英雄伝最新情報でした。さあということで番組も終了のお時間となります。今後も505ゲームズから目が離せません。ということで東京ゲームショー2022 505ゲームズ新作タイトルショーケースは以上となります。皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。